まこと、しみいる。美しい。じゃが、誰かを乞うような、どこか悲しい音じゃった。おい。誰を呼んでおる？もう一度聞かせてくれ。お主。わしは熊野神左衛門と申す。堀周りの見回りを任せられております。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬ。明かせぬとな。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならばさもあろう。これ以上司祭は聞きませぬぞ。時に忍び殿、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。知らぬ。そうでござるか。忍び衆ならばもしや心当たりがと思うたが、あの調べは誰を呼んでおったのか。くう、なぜだか無性に気にかかる。いや、何でもござらん。忘れてくだされ。
人材もお主も死ぬ。無理に喋るな。狼殿、よく参られました。手に入れた血の塊ですね。見せてください。物資殿のものと同じように血の色がわずかによどんでいる。だがこれは、足りるか。おそらくはこれで竜骸の調べを進めます。また戻った時に解を得ていること期待していてください。白いアズならば、ここのお主、もし ここのお主、お主、鱗を持っておいでかい。もし持てば
存分に褒美を取らそうだ。良き心がけ、褒めて取らす。また鱗持っておいでや。やめ。さあ、見投げされるのかい。なんだと。足名の底に行きたくば見投げをされるがよいじゃろう。あっちじゃ。足名の底はあっちじゃ。